目飛び出てるけど大丈夫ですか？はい、どうもりです。前回ですね、2のステージが終わったので、新しいエリアに向かっていきたいと思います。よろしくお願いします。1日、いや、2日ぐらい経ってしまったんですかね。ちょっと広いな。これ全部1回でいけるかな。ちょっと心配なんですけど、そう、結構時間が空いてしまったので、スプラ1の操作がですね、ちょっと、衰えたと言いますか。ちょっと下手になってしまったところがあるので、ここを、パワーアップして、補っていこうかなと。とりあえずシューターの威力、連射速度か、上げてみたいと思います。少しだけ速くなったと思うのと、あとこれだな、インクタンクを増やそう。これで、量も増やし、ボムの強さも1段階上げていくと。あ、ボム買えますね。これも買っちゃおうか。クイックボムとチェイスボム。これは変わってないんだな。あ、でもカーリングボムがさ、スプラ2では実装されたけど、スプラ1ではチェイスボムっていう。まあ似てるんですけどね。カーリング当たったら倒せないけど、チェイスボム当たったら倒せるので、ラジコンみたいな感じですね。あ、ボムを、はい、持ち帰ることができます。よし、やっていこう。どうせならチェイス見せとくか。いくよ。チェイス発射するよ。カーリングみたいだからね、見せてね。はい。登れい。すごい。あ、すごい、登ってくる。え、これ多分カーリングボムだったら登れないぞ。このラジコンすげえな。はい、やってきました。インクレールの摩天楼。こないだね、9のステージで終わったので、今回10から始まります。おーっと、危ない。こないだ、ちなみにスプラ2の方でもヒーローモードやったんですけど、最近俺ヒーローになってる率が高いですね。もしや前世がヒーローだったのかと。まあ、これが前世、スプラ1の前世みたいなもんなんですけど、あ、これ上から行けばいいんじゃないか？わ、すごい。インクレールって2でもあるけど、やはり1でも存在していた。これなんか前でも言った気がするな。ちょっと時間が空いちゃったからな。お、これ下から行くんや。こんにちは。どうも。下からうなぎです。どうも。こんにちは。ん？終わった。なんかちょろい。ちょろいぞ、みんな。これさ、え？こうやってジャンプするんだけど、めっちゃ揺れてる。待って、イカちゃんの下タプタプしてるんだ、これ。これ何これ？え？初めて見た。この状況。ほら、タプタプしてる。え、面白い。はい。あ、ちなみに、後ろ、あ、なんかこれミステリーファイルじゃない？取っちゃった。今回もすぐ見つけちゃいました。ミステリーファイルを見つけるのだけは、なんか、女の勘が働くからな、男なのにな。ちなみに、せっかくボムとかも追加してるので、ここをクリボ使っていこう。一発で倒せない。待って。クリボレ、なんか、クリボ全然倒せないですけど、大丈夫ですか、クリボ。ほい、ほい、ほい。二発か。投げるのは二発。まだインクタンクが、エイムが悪いですね。え、四発ないと倒せないの？あんまり強くない。あんまり強く感じない。え、あ落ちてった。あ、今レール乗れてなかったらしい。ちくしょう。じゃあクイムは移動で使おうかな。移動手段で。ね。これスパショじゃない？スパショ。うわっ！うわっ！あ、でもこれ楽しい。楽しいこれ。全部倒せるか。全部倒せなかった。全部倒せなかった。もう一発。よいしょ。ちょうど間を通るんだよ。え、すごい、待って。ジェットコースターになってない？モノレールか。あ？で、え？モノレールだよね、これ。電車かな？なんか逆向きじゃね？スプラ1の電車、下についてんのかな？普通さ、上走るじゃん。え、なんか縁側河川敷にあるやつとか全部電車、そこそこあるんですけど、バッテラストリートにもあったかな？ここでもあるんだね、やっぱり。っていうことで。
倒します。とりあえず倒して移動するっていう。まだまだでも簡単ですね、10だからな。だんだんこれが難しくなっていくんでしょう。これクイックボブで倒せるのか。割れた、クイボで割れるんや。オッケー、10クリア。海面上昇により地上の生物は生きたい。誰もいなくなった大地にイカの先祖はその10本足を踏み入れる。こうして軟体性器は幕を開ける。うわすごい、これ待って気持ち悪い。これがスプラトゥーンの先祖、このちっこいイカが。それがなんかちょっとエイリアンみたいになってって、どんどん体がなんだ人間化していくっていう。リアルすぎるだろこれ。これ11か、これなんだ、14、違うね、11どこだ、11を探そう、みんな11はどこだ、これなんだ、ん、あ、11、来た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 、やっと見つけた。はい、ラッチングしました。透明ストリート、床が透明なのかな。宇宙、なんかすげえ綺麗、宇宙だ、今回宇宙です。この、あー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 、これさ真ん中が、おお、フグが出てきた、見て触れる、え、なんかちょっとモテる。なんかちょっとモテる。いいですね。これ壁があって下はないのか、見えない床はあれだな、フェスのステージでもあったな。お、タコゾネスだ。どうも。ここに壁あるね、しかも。あ、ここにも壁ある。ちょっと見づらいな。なかなか癖のあるステージだ。あー壁なかった。ちょっと。見えない壁とかちょっと止まりますよ。見えない壁、ここにあるか。あった、オッケー。こっちへ行こう。ちょっとタコドネスがね、塗ってくれればね、道ができて分かりやすいんですけどね。どうしてもなんか歯向かってきますよね、こう攻撃して。歯向かいやがって、イカに。タコの進化とか見れないのかな。最近ミステリーファイル、スプラ1のミステリーファイル読むのにすげえハマってるんだけど。みんなも思いませんか、イカの先祖とかすごかったよな。あ、ここ道あったんだ。え、ちょっと苦手かも。なんか自分で道を作らなきゃいけない。見えないとこに作らなきゃいけない。ちょっと苦手かもしれん。おぉ。てか、中に箱あるけど、これミステリーファイルでしょ。どうやって取るのこれ。ちょっと待って、これ多分ミステリーファイルだ。俺の楽しみが。どうやって取るのかわかんない。多分右に道がある。カイジだったら右に道があるから、この辺塗っとけば出てくるはず。ないな、左か。左だろうが。あれどうやって取るんだ、ちょっとこれどうやって取るんだ、これ横から行くのかな、塗ってこうやってこうじゃない、ほら来るとミステリーファイル、あ、ここに道がある、ここに道があった、そっちか、そっちにあったんか。 OK、 でもミステリーファイル取れたからもうグイグイ行っちゃいましょう。うわー、目の前に壁が、どこまであるんだこの壁は。あ、もうずっと壁あるんだ、これ、こっちは。どうしていけないじゃん。あ、外れってこと、あ、じゃあこっちだな。多分ね、ここら辺。ちょっとイカちゃんかわいいな。え、のくれ、え、上もしかして。あ、見て、隙間がある。ここだ。ちょっと塗らないときはできなかったんだ、道が。そういうことか。もうタコには興味がないので僕は行きます。あれでも、倒さなきゃいけないみたい。ちょっと道がね、ああ、倒せってことやんな。結構ね、ヒーローモードやってると倒さずね、グイグイ行っちゃう派なんですよ、自分は。倒さずして。でもなんか倒さないと出てこないものとか、ああ、インククリーナーがある。インククリーナー、せっかく塗ったとこ消していくから、これ危ないな。足場が見えなくて危ないな、これ。壁あるよね、インククリーナーがいるってことは壁があるから。で、どこだ、こっちか。うわ、狭い、これ狭いよ、みんな、これ。てか宇宙のなんだこれ、一本道で下を、奈落だ、もうゾワゾワしてくる、これ奈落だ。
サーカスとかってこういう一本道チャリで通るけど、あれどうやってやってんだろうな。ただね、サーカスとか大人になってまた行きたいですね。ちょっとでもハラハラするけどね、ああいうの心臓に悪いですよね。大道芸とか失敗することを考えるからさ、まず第一に。まあ、サーカス失敗することを考えちゃできないでしょ。まあ俺やる側じゃないんだけどさ。でもサーカス見ててもハラハラするから。うわ、あ、これなんかちょこちょこ出てくるけど倒しつつだな。さっき連射力上げたので倒しやすくはなっている。ジャンプ。あ、いけたいけたいけた。最後道がなかったからちょっと怖かったですね。オッケー、ミステリーファイル、ミステリーファイル読んでいこう。年に2回行われるハイカラコレクション、その生かしたファッションに街の若者の目は釘付け。バトルとファッション以外に考えることはないのだろうか。ちょっとクラゲのさ、あのスタイルがちょっと、これモデルのクラゲなのか。モデルだから、うん、このビヨンセみたいな格好してる。ちょっと俺の思ってるクラゲじゃないな。誰だ君は。はい、12。岩場のタコドーザーですね。タコドーザーはね、そのステージでも何度もやってきたし、なんだろう、ヒーローモードでも、あの、タコの、なんだっけ、タコモード。タコモードでも、なんだっけ、タコになれるやつ。あれでもやってきたから、まあ、多分無難にこなせると思うんですけど、今回はちょっとチェイスボムチョイスしていこうかな。チェイスボムをチョイス。チェイスじゃない、チョイス。そんなに面白くない。そんなに面白くないけど。チェイス、チェイスをチョイス。あ、ここに鍵あった。オッケーオッケー。この何とも言えないこの寒い空気から逃げれる鍵。逃げます。しょうもないことで最近、笑って俺は幸せだなって思いますよ。自分で。よく言われるんですよね。なんか、楽しそうですねって。よくコメントとかで。なんでもなんか楽しんでますよね、みたいな。そんなことないですからね。あんた、これな、え、なんか、いいのこっちで。待って、ミステリーファイル。ちょ、待って、来た。すごくない？ミステリーファイルなんかここら辺にありそうだなーと思ってさ、戻った時に見えたよ。視点に。俺の視点にあったよ。すごくない？やっぱ勘ってすごいよね。はい。まあ、野生動物にもあの野生の勘あるし、女の子にも女の勘ってのがあるけど、男性の勘ってあんのかな？男性の勘。聞いたことない。ウェイ。当ててくるね、やっぱ。これは何？もうえ、俺さっきミステリーファイルだったよな。あ、そうだよね。右上にミステリーファイルのマークあるから、大丈夫。あ、じゃあ正規ルートじゃない？これ、下が。ここが。正規ルートだ。こっちだ。下から行くっていうのが斬新だな。鍵を、OK。あ、鍵持ってなかったっけ？あれ今持ってなかったっけ？なんかボケてるわ、今。ここら辺あんじゃね？痛い！え、だからエイムがめちゃくちゃいいよ。本当に割ってくる。アーマー割ってくるもん。はい、鍵取った。この鍵で行きましょうか。まあ、せっかくだし、大ジャンプでもかわして、まあ、そこまで大ジャンプでもないけど。お、プロペラだ！上に上がりまーす。最近あの、エレベーターがある。いるじゃないですか、あの、ホテルとかにいる。ヨドバシカメラにもいるかな。ホテルとヨドバシだと全然違うけど。エレベーターがあるとあれ何する人なんですか？何階へ行かれますかってボタンを押すだけで、お給料もらってるかなって思うとさ、ちょっとさ、羨ましいなって思って。俺もエレベーターガールならぬ、エレベーターボーイやりたいなと、思っております。あー、足元が意外と、うおおおおあ、もしかしてこういうの持ってる？持ってた！あ、勘が働くってこういうことですよ。ちょっと、ホッケー不当みたいになってる、このステージ。急すぎる、出てくるのが。危ない。で、リエルで逃げよう。リエルで逃げよう。あー、割るぞ、これ。最後、チェイスをチョイスした、俺のチェイスで割っていきましょう。なんか下に、箱あったけど、いいよね。オッケー。楽しいね、12。このステージ楽しかった。ミステリーファイル来ましたよ。大縄張りバトルの、初戦は、タコ陣営の勝利となる。
勤勉なタコ陣営は朝早く起きれなかったイカ陣営を難なくするやつ。イカの凶楽的な成分は、100年前のお家だった。寝てたってことなの？イカちゃんは。イカちゃん寝てたから負けだの？そんなしょうもない戦いするなよ。平和だね。なんか右下にジャッジ君いるけど。おー、来ました。13。すれ違いステーション。すれ違いステーション。なんか、すれ違い通信？なんか変なマッチングアプリみたいな。いや、なんでもない。なんでもないよ。この動画何歳の子が見るかわかんないからね。これミステリーゾーンか？違うな。これさ、戦う必要ないもん。土渡ればいいね。はい。すいません、なんか。不要な戦いは避けました。はい。あー、ここにミステリーゾーンがあればな、いいんだけどな。実はこういうとこの下とかにな。あるんじゃないかなって俺は思ったらな、本当にな、あるかもしれないな、俺はな。うわ、ないし。ないじゃん。今あると思うよな、今の場所。隠されてたもん。これなんか上は？上はいけない。壊しとこう。これは違うな。違うね。ミステリーが欲しいんだよ、俺はミステリー。おお、危ねえ。あ、なるほど。これがすれ違いステーションの意味なのか。そういうことなのか。潜って自分ですれ違えと。あ、オッケー、いいですね。あ、まあ、取って。んー、こっちにすれ違いはあるか？ないな。じゃあ大丈夫。ミステリーゾーンは大丈夫なはず。ちょっと慎重にならざるを得ないよね。ほら、箱。箱があるから。え、こんな簡単でよかったらそこにあったんかい。さっきのとこの方が、ミステリー感ありましたけどね。乗りまして。ほい。タコも倒さず、乗りまして。いくらがね、取っとくとね、いいことありそうですね。また、強化できるからさ。はいよ。うおい、すれ違い。そこはすれ違い。すれ違っていく。すれ違い。さあ、もう俺ミステリーゾーン取ったので、あ、ミステリーファイル取ったので、いいでしょう、もう行っちゃって。逃げろ。ナイス。よいしょ。もう関係ないからね。スプラ2やっ、やば、危ない。スプラ2やってるし、スプラ2も何年も何年もやってる俺に関しては、ほな、序の口よ。朝飯前よ。すれ違わなくてもいけるから。ああ、どういうことかわかんないけど。残れで。オッケーオッケーオッケー。はい、ゴールと思いき、待って。なんかタコがみちみちしてる。なんか、こんなタコがもてはやされてるのはダイナーバリバトル勝ったからだろうな。ありがとうございました。アゲアゲの爆音とともに現れた戦略タコツボ兵器は、イカの本陣まで一気に進行。勝利の一歩手前までにじり寄ったもの、コンセントが外れるアクシデントで悲しき分。もうここから出たじゃん、だって。さっきからひでむりで、なんか勝てなかったとかさ。タコのさ、アゲアゲのコンセント外れるとかさ。ネタじゃん、もう。おい、ビーバスパークじゃないですか。わー、タコ取りしたやつ、やるやつだ。これミステリーファイルどこにあるのかな？前回やった時ね、ミステリーファイルを取ること忘れちゃって、速攻クリアしちゃったんですけど、あー、どうしよう。イクラの方向に進んでいこうかな。このステージ狭いからさ、なんか普通のやつはすぐ終わっちゃうんですよ。タコドレスは必要以上に倒すことはしないと思いますが、邪魔だったら倒していこう。登っていく。さあ、アーマー。さあ、ファイルではないですね。ファイルではないですね。どこにありますか？ファイル。チェックポイントがいらない。もう最終着まで早いな。うすぱしょじゃないか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。おい。よいしょ。いいね、スカショ強いね。これで終わっちゃうとさすがに、早すぎるな。わあ、危ない。あれか？これじゃないか、ミステリーファイル。これね。これだ。どこ行けば終わりなの、ちなみに。これね。ゴールがあるんだよ。ここで、狭っ。ここせよ、ここによくリッターとかいましたよ、昔。ここに車線隠してね。あ、ここ倒すんですけど、だいたいノバとかにやられるの、狭すぎて。ノバ強いから。よし。あっちゅう間だったな。終わります。本当にあっという間。勝利の女神はイカ陣営に微笑むことになった。最後の決め手は足の数というのが最低の、あ、最近の定説である。足の数で勝ったのね。ジャッジ君ちょっとイカに味方してないか、これ。あら、ネギトロ炭鉱じゃないですか。
またトルネードタコプターや。あいつや。またあいつや。危険だこれは。トルネードが来る。ただね、あのミステリーゾーンのね、数なんですけど、14個が、なんかちょうど半分ぐらい。ちょうど半分ぐらいになりました。うえぇ見えなかったよー喋ってたからだよ見えなかったよ。注意力がなかったな、あいは。やべ、あと2機しかない。怖いわ。え、来てる来てる来てる。本当に時々見えないから、気をつけなさい。気をつけなさい、自分。そう、数がね。危ない、トルネード来る。怖い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 。止まってるの来る。トルネード来る。あの、ミステリーファイルがね、残り半分なの。全部であと半分手に入れたら終わっちゃうから、俺の楽しみもそれで終わっちゃうの。うれ。で、これで移動して。うわぁ！ちょっと待って。助けて。助けて、助けて。ミステリーファイルを探そう。ミステリーファイル。こっちが、まあ、これか。いやー、ファイルどこ？あれかな？これかな？違う、なんかツナ缶みたいなの出てきた。ツナ缶じゃないんだよな、欲しいの。どこだ？ファイル。このステージにもあるはずな、これか？これだ！見つけた！もう悔いはない！もう行こう！ちょっとトルネード強いな。あやつが使ってくるのか。違う、あれだ。あ、ちょっと待って、やばい、あの UFO だ、あの UFO。まあ、せっかくだし、このバリアかな。これバリアですよね。バリア取っていきましょう。よいしょ。よし。おぉ、危ねえ。行こう。ここバリアあるから、俺。これが中ボスみたいな感じですね。なんか、ふわふわしてる。かわいい。オッケー、これバリア使ってもう攻めちゃう。もう最強バリア。真ん中も行けんじゃねえか。ああバリアだったのに行けなかった真ん中。おお、危ねえ。フレンちゃんの落ちるとこですね。じゃあもうさっき、この間みたいにご利用ししちゃいましょう。もう上に向かって撃つだけ。てかバリアで泳げないならそりゃそうか。インクアーマーで泳げないと一緒ってか、なんかすごいキラキラしててかっこいい。チカチカしてる。チカッとチカチカ。チカチカしてる。すげえ。終わった。よーし、次ボスだぞ。カラストンビ部隊の写真はこの一枚しか残されていない。名前もわからない腕組みの青年がこの伝説の部隊を率いていたようだ。一年続いたダイナーバディバトルの終焉ももうすぐである。ちょっと待って。ちょっと待って。左上をご覧ください。彼はブキチですね。ブキチくんですね、彼は。彼はこのカラストンビ部隊にいたんでしょうか。竹持ってるな、みんな。あとなんか真ん中のこの犬みたいな。あ、これ猫なのかな？ずっと犬だと思ってたんですけど。うん。これ、猫か。これジャッジくんの先祖かな？あとこれが多分当たり目指令ですかね。あの、目が飛び出てた。先ほど目が飛び出てた。ってことはさ、当たり目さんとさ、ブキチさ、年近いじゃん。ブキチなんか若くね？来た。来たぞ、ボス。いや、今回のボスは、頼むよ。本当に。あ、確かこのね、上だな。エレベーターがあればいいんですけど、エレベーターボーイにさせてください、僕を。この、ここにエレベーターがあれば、すぐ上がれるんですけどね。こう、塗って上がんないといけないじゃないですか。エレベーターボーイがいないから。よいしょ。ちょっと、そこまでカット。はーい、やってきました。なんか、丸い玉みたいのがありますよ。強そう。頼むよ。強くあっていてほしい。頼むよ、本当に。なんだ、これは。食べそうじゃない？あはは、普通に掴んで、あ、食べた。あ、なんかくるくる回ってる。タコツボールだ。あ、でも強そうだよ。なんか戦った、バイキンマンみたいな、お前。戦った記憶がない。そんな戦った記憶がないんだけど。どうやって倒すんだっけ？まあ、やってけばわかるでしょ。バイキンマン、こっち見るな。こっち見るなよ、ほんとに。絶対早い、これ。早いかな。そうでもない。全然避けれる。あっ！これわかったわ。これ塗らなきゃいけない。めんどくさいや。これね。塗って、多分、底なし沼みたいにはめるんだよ。
そう、こんな感じってことはあんま強くないいや、そんなこと言っちゃダメそんなこと言っちゃダメ、あいつ目がギョロギョロしてるギョロ目だ。うわー、出れてこれるんやな、バイキンマンでもこれさ、普通に塗ればいいよな。あ、下が動いた、下が動いた。塗るの大変かもな。まあ、とりあえずここ塗っといて。あ、俺結構綺麗に塗れてるよね。はい。こんな感じですね。はい。はい、はめた。なんかごめんな。ごめんな、こんな。ごめん、ちょっと簡単だわ。まあ言わないようにしてたけど。もうヒーローモードにおいて、多分2回ほど、この言葉を言うのを耐えてきたんだけど、これ簡単。スプラ1のヒーローモード、簡単。もう、味がない。味がないラーメンを食べてるみたいだ。ちょっとよくわかんない。自分でも今のだとよくわかんなかった。これもう、埋まるで、これ。こんなに塗ったんだよ。ここで埋まれ。あ、ここ埋まれ埋まれ。おぶねあ、埋まらなかったね。足りないみたいですね。沼が足りないみたいだ。この沼。この沼やばいぞっていうぐらいの沼を作らないと。ほい。これハマったな。ハマっていく、さよなら。はい、終わり。おしまい。なんか悪い気もするけど。あー。疲れ様でした。なんか今日も楽しませていただいてありがとうございます。ちゃんとこのミステリーファイルもしっかりと回収しておきますよ。ありがとな。電気、ナマズ。電気ナマズだか。電気ウナギか。仲間みたいなもんだな、俺と。オッケー。あ、タコツボールだってやっぱり。あっぱれじゃ3号よ。しかしこのツンとくる嫌な感じはやつか。ちょっくら様子を見てくるぞい。そういや、まだ1号2号に会っとらんなんだが、後で会わせてやるからちょい待っておくれ。みんな集まったらわし特製のおはぎでパーチーじゃ。いいね、パーチー。当たり目さんもあれですね。パリピですね。ヤリラフィーだ。ぬぬ、お主は。ギギ、当たり目発見。ちょ。ギギギ。やめんか。ぬわー。ギギギ、当たり目捕まえた。邪魔させない。え？当たり目消えた？連れ去られた？誘拐か？お、出てきた。タイタコ用試作、もうこういう毎回読めないんだけど、タイタコ用試作戦術兵器。あのね、今までね、ここにいた当たり目さんね、いなくなっちゃった。やっぱさっき連れ去られたみたいだ。どっか行っちゃったんだよね。で、すごいしつこくね、次のエリアに向かえって。すごいしつこいの、この矢印が。ほら。飛び跳ねてる感じするでしょ？次は、当たり目さん誘拐されちゃったから、助けに行く感じですね。はい。ちょっと楽しみにしておいてください。今日は、この辺で終わりたいと思います。最後まで見た方、面白かった方、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。これちょっと毎回言う。お決まり文句なので。ということで、本当に終わります。お疲れ様でした。